はい、こんにちは。お菓子の道具ミングたちです。さあ、今日はすごいですよ。鬼車についてお話しします。さて、この鬼車なんですけど、これでかいんですよ。この片面が2メートルからあるんです。ということは重たいですよね。これは重たいだろうと思います。これはね、別名クレコアシとか転がしとか言います。転がしっていうのは草削りっていうかね、除草機ですね。除草機とかにもあるんですよ。太一車っていう、除草機っていうことで YouTube にも出してるんですけど、見てください。っていうことで、こう手でね、ゴロ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 転がしたりする除草をするために使うのも転がしとか鬼車とかいうことは言うんですけど、主にこれはクレコアシになるのかもしれないですね。なんせでかいですから、これはもう当然牛か馬で引っ張って田んぼのクレですよね、こう土の塊をこう粉々にしたりとかね、もう一番最初のレンゲがこう出てるところの田起こしするときに、隙の前にこれをガガガッと引っ張ったりするのかもしれないですね。そういうのに使ったのかもしれないです。まあこれはね、2連なんですけど、だいたいこのくらいのものが多いですけどね。これもね、こっからここまでが150センチとか180センチとか、まあ人間の身長ぐらいあるんですよね。だから重たいと思います。ここからね、牛とか馬に引っ張らせるんですけど、まあね、重たいです。農具ですね。農具の中ではかなり重たい部類に入ると思うし、これをね、使ってるところを見たことある人いるのかな。まあなかなかね、僕も見たことないですし、映像とかでも見たことないんで、これを引っ張ったらどういう風に土がほぐれてきたりとかね、草をこう絡めたりとかね、なるのかっていうことはちょっと分かんないですね。誰かね、知ってる人がいたらね、教えてほしいですよね。で、最初にね、バーンとこれ出した、これが2連なんですよ。さっきのね、これでもかれこれ重たいと思うんですけど、これが2連になってるんですよね。ここまで大きかったら多分ね、牛じゃ引っ張れないんじゃないのかなって、まあ想像ですけど思いますね。愛媛県、僕がこう一通り調査して回った愛媛県ではね、ほとんどがね、牛を使ってたんですよ。だけどこれくらいの大きさになったら牛じゃきついだろうなって考えたら、やっぱり馬も使ってたということですよね。やっぱりね、馬を使うっていうことになったら、やっぱりね、裕福なところだろうと思います。だから庄屋さんクラスのね、大地主で広い田んぼ持ってるっていうことになったら、もうこんなんで一気にやっていきたいということでね、大きなものを農具を使うし、馬を使うということも愛媛県でもあったんだろうと想像します。想像ですよ。でもね、これね、
本当にね、僕も持ち上げ、片一方で持ち上げようとしたんだけどね、かれこれ重たいです。これはね、びっくりします。なんかね、すごいですよね。で、こういうのもありましたね。ちょっとこのトゲトゲというかね、金属の針が細いですね。これがね、シリガセっていう、あの牛とか馬をに農具を引かせる時のつなぎ手っていうかね、ここから2本のロープが出て、あの牛の工作蔵につながるわけですよね。で、お尻 の後ろにこれがつくもんだから、シリガセっていう、もうこれはマグアだとか、あのスキだとかいうようなものを引っ張る時にも、このシリガセっていうものはつきますから、こういう形のものもありましたね。これもシリガセついてますけど、これなんか貧相な紐がついてますね。これは実際この紐じゃなかったのかもしれないですけどね。しっかりした一本丸太を削ってますよね。すごいですね。どの民具をいろいろね、僕もね勉強したりとか、いろんなものを見るんですけどね、これを使った人もの話も聞いたことないし、使ってるところはもちろん見たことがない、ね、どんなに勉強してもね、使ってる人にはかなわないっていうのが民具ですよね。それが面白いところですよね。もう今のお年寄りがいかに知識が豊富なのか、さすがにね、この手のものはスマホで出てこないんですよ。なかなか出てこない。だからね、スマホで出るように僕が作りたいんですけどね、作りたいんですけど、いっぱいそういうようなものを作ってね、フェイスブックとか出てるんだけど、これ使ってるとこ見たことないし、そういう話も聞いたことがないというものなんですよ。面白いですよね。そういうところがミングの面白さだと思うんですけど、さあ、この鬼車ね、知ってる方がいたらぜひコメントに書いてください、ね、ぜひ知りたいです。ということで、今日は鬼車についてお話しさせてもらいました。こういう昔の道具セミナーっていかにも教えてあげますよみたいな YouTube で話してるけど、実はわからないものがいっぱいあるんです、ね、教えてあげるとかいうようなことじゃないんです。嘘ばっかり言ってるかもしれません。でもね、皆さんの経験とか知識をこの動画のもとに送っていただいたら、より良い情報がこう回ると思いますので、ぜひ使ったことある人とか聞いたことある人はコメント欄に書いてください。そしてね、またそういうような話を聞いたら、ああいう YouTube があったぞと振り返るためにはチャンネル登録してください。おまけに高評価もよろしくお願いします。ちょっとずるしいですよねということで、今日は鬼車についてお話ししました。ありがとうございました。